So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Like a Dragon Infinite Wealth mit mir, Mr. Sanji. Guten Abend. Was geht ab? Partybibel oder so, was auch immer ihr seid. Ja, wir hatten eine große Nostalgie-Tour letztes Mal, ne? Wir haben Akiyama getroffen, wir haben Haru von hinten gesehen. Haruto auch. Kazuki und ich habe jetzt schon den Namen vergessen. What the fuck? Was ist das? Was ist er denn? Julia, mein Gott, Alter. Manchmal, ja. Wir haben den alten Taxichef getroffen, dank Nakayama. Seijima. Ist das Seijima? Ne, Sayama. Ups. Seijima. Ich hab's. Oh mein Gott, ich hab nix. Ich hab ihn mit Dix verwechselt. Oh mein Gott, ich hab sie mit Zeit immer verwechselt. Oh mein Gott. Zu gut. Ja, dachte. Ja, dass die sich nicht mehr treffen, ist aber so Bullshit. Stimmt, wir hatten Taichi ja auch am Anfang dieser Reihe. Die zwei. Ich vergesse sehr. Ich muss sagen, ich habe halt die zwei leider nicht so gut. Hast du Kopf wie Nagumo, ne? Nagumo war so ein Bro für ihn einfach. So, und jetzt ist da die Legenden der Yakuza wieder zu treffen, ne? Daigo, Majima, Saejima. Ich hab echt Bock. Weil, was zu tun habe ich jetzt hier wirklich nicht, ne? Kleiner Check. Stimmt, die haben dich vor Shine Girls wieder getroffen. Ich hätte gern das Minigame gespielt. Na gut, let's go. Loslegen, empfohlene Stufe 41. Warte yeah. Kurz. Mehr als bereit. さあ、何時か。いや、まさかこんな遠出になるとは思わなくてさ。確かに。でも、桐生さんを一人にするのは心配だからね。ほっとけないよ。ああ。うん。だな。 Taichi Suzuki in seinem Element. Sumimasen. Dono Taxi ni mo kotowarete shimatte. Soria so yatte. Ikura kyokyori tsutte mo. Anna henpi na toko ja. Kaeri ni kyaku nanza hiroemon yatte. Hoya kedo mezurashii no. Ano mura ikite nante yatsu. Hajimete kamo shiran. Wo wollt ihr denn hin? Der Vibe ist komplett anders jetzt, ne? Wir haben komplett anderen Vibe jetzt plötzlich. Talks to war. 全国に残存する国道一斉解散する第二次大解散。今でこそ海老名の方便になり下がってますが、本来は親父の悲願でした。俺はその意思を継ぐために恥を忍んで無所を出た。ですが海老名は俺の予想を超えて清流会を掌握しています。今の俺は四六時中監視下に置かれ、こんな状況を作らないと 一人になることもままならない。本当の大解散を成し遂げるには援軍が必要なんです。援軍？ええ。本来ならキリュウさん、あなたにぜひお願いしたい。ですが、そちらの事情は理解しています。今すぐ再び表舞台に立てとは俺の口からは言えません。
その代わりというのは失礼ですが、一つ桐生さんにお願いしたいことがあります。なんだ？堂島大吾、真島五郎、そして西島大河、うん、彼ら極道の伝説的存在に第二次大解散の力添いを願いたい。大吾たちに？ええ、荒川の意志を成し遂げるためには彼らの意向が必要だと。Die werden selbe Forderungen stellen. Und ich weiß ganz genau welche.彼ら大阪で警備会社を起こしました。行き場を失った元坊の受け皿として。ですが、1年も経った頃、会社が倒産したんです。それ以来、大吾さんたちは消息不明になっています。あいにくだが、俺はやつらがどこにいるか。連絡先は知らなくても、居所の検討はついてるんじゃないですか。桐生さんが彼らを放っておけるとは思いません。彼らを再び表舞台に上げられるのはあなたしかいない。どうかお願いできないでしょうか。奴らが姿を消したことは知っている。だがその理由は本当に知らねえ。だからまずはそっからだ。すまないが、明日から数日町を離れる。知り合いな。ほんの人も余計物好きやの。言っちゃなんやけど、人が住むとこじゃねえよ、あっこは。きっと事情があるんだと思います。事情の？まあ、あと2、3時間もすりゃ着くけ。お、降ってきすんだ。寒なるぞ、兄さん。Was kann Heizung? Alter, wo sind die zum Fick?積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。ただ、なるはやで頼む。さすがにこの寒さは応える。ああ。Save is a sage with a schnarcht. What, Daigo? Donna Boroya demo stonzie. Majima! I'll tokiwa no kugrace runga regia de. Oh, my God. Naya, fketa no.キリュウちゃん。あ、ま、どうやしてます。真島の兄さん。キリュウさん。お互い、いろいろあったみたいやな。Scheiße, Alter!座れや。酒の一杯くらいはごちそうしてるわ。大解散の宣言式以来やな。もう4年になるか。Schon, ist schon 4 Jahre her. あんたらは
蒼天堀で警備会社を立ち上げたんだったな。ああ。それが今やこの有様や。それよりも桐生さん、お体大丈夫なんですか？ずいぶんやつれたように見えますが。あまり良くない。ガンだ。余命半年らしい。そんな。堂島の竜も病気には勝てんか。かもな。なら後悔せんように掘れ。たーんと飲んどき。あの世じゃ酒は飲めへんやろ。真島さん、病身の人にそんな。いいんだ大吾、兄さんの言う通りだ。死んじまったらそれまでだ。だから生きてるうちにやれることをやっておきたい。ほなら無駄話しとる場合やないな。ああ、聞かせてもらえるか。これまでに何があったんだ。こっちの話なんて、それよりもこんな場所は体に障ります。すぐに町に戻りましょう。車なら俺が。大吾、お前こいつと何年付き合うとんのや。桐生ちゃんが人の言うこと素直に聞く玉か。しばらくぶりのもんで忘れてました。そう、俺はいつもこうやって振り回されてたんだった。サバイブスとアンダース。俺たちの身に何があったかでしたね。世間に負けたんですよ、俺たちは。ging wen。少し長話になります。警備会社の設立には最初からリスクがありました。何しろあれだけ大々的に東上会と近江の解散を宣言した直後の話です。元ヤクザ者が集まった会社として世間の目を引くことは分かりきっていた。それに手を打たないお前じゃないだろう。ええ、ですから立ち上げ前に万全の策を講じたつもりでした。東上会と近江で使えるコネはとことん使ってマスコミやお上に話をつけました。当然相当な金も動かしました。7万人近い組員たちを元坊五年条項で苦しめるわけにはいきませんから、手段は選んでいられませんでした。手段の善悪を俺がどうこう言うつもりはない。だがそこまでやったってのにどこでつまずいたんだ。開業直後は順調でした。徐々にではありましたが、大口の新規顧客も獲得していけた。まあ警備員としてこれほど頼もしい連中もある意味いないでしょうから、区民たちの社会復帰の受け皿として明るい見通しが立てられそうでした。ですが1年も経った時問題が起きました。社員が問題でも起こしたのか。いえ、ネットの告発です。ある動画チャンネルが我々の会社を取り上げたんです。そこで社員が元極道であることや開業に際して裏で行った役所やマスコミとのやり取りを暴露されたんです。そのチャンネルってのはタタラチャンネルっちゅうやつや。カスンがもうやられとったな。裏工作だけやのうて。Ich hätte aber nur Covid gehört, ich weiß, aber scheiße, Alter. Die Jetzt war Minoka Sankatte. So, ich war die Tage auch gestern hier vorsichtig. Oder dann auch hier auch die Tate. Geh doch.
奴が暴露したこと自体は全部本当っちゅうとこが困りもんや。俺たちは真っ当な反論を用意できませんでした。当然顧客は次々と離れていきました。役人どもも我関せず決め込みよって白状なもんやで。それ以来俺たちの行動に世間が目を光らせるようになりました。思うように動けないことで会社の資金繰りは悪化していったんです。そうなると社員たちの間に広まるのはヤクザ復帰を望む声です。なんせ会長やった大吾に俺らもいる。その気になれば年下のもんが思うのも無理のない話。社員の間には俺たちが東上会の復活を水面下で進めているなんてデマまで広がり始めました。そんなわけで内部もガタガタ、倒産するまで本当にあっという間でした。タタラチャンネルのおかげで世間の目を引いてもうて、内部からはヤクザ復活の夢を抱かれる。どうも俺らは連中が真っ当な人生を歩み始めるには、いたらあかん存在らしい。それでお前らはこんなところに。大解散を本当の意味で成就させるためにはこうするのが一番いい。それが俺たちの結論です。事の経緯は分かった。青龍会の海老名を知っているか。お前たちから大解散の後を継いだ男だ。表向きはな。ええ、知ってます。会ったことはありませんが、2年ほど前彼が俺たちを探しているという情報が入ったんです。2年前、青龍会の高部が無所に行った頃か。ええ、海老名は高部から第二次大解散を引き継いだものの、全国の極道をまとめ上げられるほどのネームバリューはありません。そこで我々を担ぎ出して広告塔にしたかったのでしょう。だがもうお前たちは表舞台に立つ気がなかった。それもあります。ですがもっと気になることがあったんです。ん？海老名の素性を調べたら奇妙な因縁が浮かび上がったんや。海老名は母子家庭の育ちですが、中学の頃に母親は亡くしています。その後養子として引き取られた先で今の海老名姓になるのですが、ん？それ以前の名字は氷川というんです。氷川。海老名の母親の名は氷川百合子。氷川興産の組長の娘です。何して？氷川興産。あ、そう。私がいたあの氷川か。ええ、荒川さんが氷川百合子と婚約関係にあったことはご存知ですか？確か氷川組長から押し付けられた縁談だったな。はい。しかし荒川さんには心に決めた人、 OK、 茜さんがいた。ですが荒川さんは組長の意向に正面から逆らうわけにもいかず、ゆり子さんとも関係を持っていた。ここで疑問が浮かび上がります。海老名の父親は誰か。まさか。あくまで可能性の話ですが、海老名の父親は荒川マスイモかもしれません。エビナは春日と同じ年齢です。出生の時期も合う。
カスカとエビナが腹違いの兄弟だったのか。まさに奇妙な因縁やろ。だがもしそうだとして、あの荒川が我が子を見捨てるとは思えねえ。エビナの出生時期から見て、荒川さんはユリコさんの解任を知らなかったのでしょう。そして氷川光さんの壊滅後、ユリコは人知れず出産した。ユリコから見れば、荒川は父を殺した上に自分と息子を見捨てた男ということになります。その怒り恨みは想像するにあまりあります。その怒りがユリコからエビナに受け継がれたとすれば、エビナは荒川マスミを強く憎んでいた。ええ、そんなエビナが荒川さんの意思である第二次大解散を引き継ぐとは考えられませんでした。それでお前らは沈黙を守り、代わりに沢城に白羽の矢が立ったというわけか。おそらくそういうことかと。話はこんなとこやけど、わざわざ昔話を聞きに来たんとちゃうやろ。ああ、お前たちに頼みたいことがあってきた。沢城に力を貸してやってほしい。あいつは荒川の意志を継いで第二次大解散を全うしようとしている。海老名の監視を受けながら清流会でたった一人でな。お前たちが出張ってくれれば、沢城も海老名に真っ向から立ち向かえる。お前たちにとっても第二次大解散はやり残した仕事のはずだ。申し訳ありませんが、それは受けられません。たく、人の言うこと聞かんのはええけど、話くらい聞け。桐生、言うたやろ。俺らはもう表舞台に出たらあかんのや。確かに俺らには人を引きつけて動かす力があるらしい。沢城の側についたとあれば、全国のヤクザの注目は集まるやろう。カリスマっちゅうやつや。うん、自分で言うアホもおらんけど、事実やから仕方ないけどな。それはどこまで行ってもヤクザのカリスマなんや。俺らが連中に見させてまう夢はあくまで極道の復活なんや。あの強かったヤクザ、羽振りの良かったヤクザ、けどそれはもう見せたらあかん夢や。俺たちが連中の社会復帰の旗印になるなんぞ、もう誰も信じひんわ。会社失敗の前科もありますから、海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で俺たちも検討したんです。海老名が第二次大解散を何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。その結論がこうして逃げることだったんです。それがお前たちの責任の取り方ということか。はい、俺たちはもう存在しないことにする。それが一番なんです。なんなら死んでも構わなかったんです。おはあ。でも死というものはその人を本当の意味で伝説に変えてしまう。桐生さん、
あなたを死んだと思ってるヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？ほとんど神話の英雄みたいな扱いですよ。俺たちまでそうなってしまってはいよいよヤクザへの幻想が深く根付いてしまう。桐生さんにとっての風間慎太郎を想像してもらえればわかるでしょう。沢城は海老名と刺し違える覚悟をしている。だがそれだけじゃ第二次大解散は成し遂げられない。お前たちの力がいるんだ。すみません。そうか。Das gefällt ihm nicht。沢城には俺が力を貸す。お前らはそうやって縮こまってるといい。あ？Oh nein. Jetzt wird's im Vollsten geklärt. 邪魔したな。待てよ。Haha, ich wusste es. 今のはどういう意味や。言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。五択並べて。てめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちがどんな気持ちでここにいるか、あんたに分かるってのか。さっぱり分からねえな。分かりたくもねえ。このどうした？やるなら相手になるぜ。おーボーイ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。ムカつくのをこらえるよりはマシや。ええー、で、その挑発乗ったるわ。おい、一体何事？昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。すまないな。もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょう。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからな。そっちが5人もおるんなら、まあええやろ。俺も混ぜてもらうで。やばいなこれ。このメンツとやりやがる。いや、ケッタスとあるしょ。たく、よそもんがわらわらと。不遂やの。まあええ。メイドの土産や。存分に味わっていけや。Boah, das ist sick, wenn ich jetzt wirklich alle. Oh mein Gott! Stop! Okay, warte. Majima wird das größte Problem sein. Tiger ist leider ein Tank. Daigo nicht so gut. Was? Was hat er für eine Schwäche? Elektro. Du hast Feuer. Okay, mit Feuer kann ich arbeiten. Das heißt, ich sollte wirklich mich um ihn kümmern. Boah, tut jetzt weh, aber aua! Tut mir leid, Daigo. Scheiße, ich hätte. Oh, scheiße, ich hätte so eine alte Klasse nehmen sollen.
Hiermit treffe ich zwei. Scheiße, ich hätte Sonny heilen sollen. Ich mach mal ein paar Leute wütend. Einmal schön pfeffern. Jetzt habe ich zwei. Oder nicht? Ich muss mich gerade so konzentrieren, ne? Weil das ist echt nicht leicht. Aber ich bin vorbereitet am letzten Mal im letzten Game. Da habe ich echt eine krasse Niederlage erfahren. Nice one. Wofür tut mir leid? Alter!
Nice, watch out. Remember? Kann ich die auswechseln? Weil ich bräuchte sie jetzt gerade. Aua! Abklatschen. Es geht wirklich. Macht ja keinen Sinn. Nixigen Number, ne? Aber ich brauche gerade jemanden zum Heilen. Und zwar scheiße, Alter. Mann, es geht auch. Na, ich hol Schatz zurück ins Leben. Hab ich? Oh, okay. Ah, ja, stimmt, da erinnere ich mich. Lol. Okay, Daigo, ich hoffe, du bist ready. Oh nein, daran, das habe ich komplett vergessen. Tschüss, Daigo. Was hält er denn aus, Alter? Oh mein Gott, die Erinnerung. Okay, ich weiß, wie das endet für jeden. Ich muss hier oben halten. Nee, er halt nicht.
kann ich ausweichen. Jo! Au. Lauf nur nicht so weit weg. Komm schon, Blute! Zum Schlafen bringen? Auch nicht. So, alles maximieren. Ich sage, das habe ich keinen einzigen Treffer. Okay, Kyo, dein Call.
手加減はなしだ。え？力の差を見せて。Ab gleich, ich brauche ein Number jetzt. Showtime noch Mach dich schon mal ready, mein Freund. Tschüss. Und ich kümmere mich auch noch. So, Majima. Eigentlich kann ich noch Deckung machen. Let's go. Der Song, Alter. Bauarbeiter mag ich immer natürlich. Drei Jobs auf Rang 30 erhöht. Wirklich, haben wir schon drei Stück erhöht, so was? Amateur vier Devas. Vier Devas. Essenz und Sengoku. Oh, okay, ich wollte gerade sagen, der hat auch noch einen Skill, ne? Essenz der Magnumflasche. Boah, die haben echt gut Level gemacht, ne? Essenz des bösen Netzes. Das war ein Kampf. Ihr habt schon mal Hartkampf gehabt mit denen. Obwohl, das war so ein Dor, ne? それともまた失敗することか。どっちにしたってやってみなきゃ分かんねえだろうか。綺麗事ですよ。それはやってみてダメだったらどうするってんですか。そん時はそん時に考えりゃいい。生きてりゃやり直しも償いもきっとできる。相変わらずアマちゃんやな。そんな風にしか生きられなかったからな。だがそれも最後だ。邪魔したな。これで会うのも最後だろう。待ってください。キリュウさんに時間が残されていないことは分かりました。でもだからってわざわざあんたが死にに行くことはないだろう。逆だ、大吾。俺は少しホッとしてる。やっと死ねるんだってな。何言ってんだあんた。お前らの言う通り俺も散々他人の人生を狂わせてきた。ただでさえヤクザだ。世間に顔向けできる生き方なんてしちゃいねえ。なのに俺ばかり生き残ってきた。ヤクザの後始末は俺がやる。全部背負って死んでやるさ。アホ抜かすな、キリュウ。そんな
理由で。ほとぼりが冷めたら、お前たちは春日の力になってやってくれ。ヤクザモンのこれからはきっとあいつが背負っていく。行くな、行ったらあかん、キリちゃん。ここに来たのも本当は最後にお前らと喧嘩してみたかっただけなのかもしれねえな。いや、ミッションくんだ。ちょ、キリュウさん。Können Sie denn da sein?帰ってきちゃったな。道島大吾に冴島大河、それに真島五郎か。あの人たちが手貸してくれたらだいぶ話は楽になったんだけど。それはそうだけど、でもあの人たちはあの人たちなりの考えがあった。これ以上無理強いはできないって。まあね。それに彼らもタタラチャンネルにはめられてたとはね。そうだな。おい、あいつキリュウじゃねえのか。ほら見ろ、間違いねえって。Okay, okay, okay, langsam verbreitet sich. Es wird immer schlimmer. Junge, was willst du? Ich bin so ein Sabarasseter. Ich bin so ein Sabarasseter. Ich bin so ein Sabarasseter.Ich habe sicher kein Fleisch verloren. Warum ist da ein Drinklink? Wer hat einen Drinklink? Oh, ist es schon soweit? Wir können das doch kurz zwischenschieben, oder? Ich weiß, wir müssen abhauen und so, weil es gerade eskaliert. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich das Kapitel wechseln.Würde ich das schnell noch dazwischen schieben? Ist ja sein letzter. Kurz ausruhen im Survive. Hallo?いやあ、キリュウさん、いいタイミング。ちょっと時間いい？ああ、構わねえよ。いっぱい付き合うぜ。いや、そうじゃなくてね。ん？今から俺の店で集まりがあってさ、ハンピンリューマンの若い衆たちにご馳走すんだよ。ほれ、俺をこき下ろしたブロガーがいたじゃん。そいつへの怒りをこらえてくれたご褒美。おお、そりゃいいな。で、よかったら桐生さんもどうかなと思って。いいのか、仲間内で集まるのに邪魔じゃねえか。なわけないじゃない。それにそろそろ俺の料理ご賞味いただかないとね。そこまで言われちゃ断るのも野暮か。そう来なくちゃ。Also, Blick ins Geschehen, sagst du? Alter, wie viele sind das denn bitte? Chou-san! Omaneki, arigatou gozaimasu! Chou-san no ryori, hontou ni umai inde, mechcha harasuka shite kimashita yo! Gochi ninarimasu!恐縮です。やっぱり俺は場違いじゃねえか。そんなことないって。ちょっと店で飯食うだけなんだから。あ、おい、ちょっとあいつを見ろよ。ん、あれ、あいつだ、ブロガ
いや、みんな見てくれ、この野郎が俺らを盗み取りしてやがった。なんだと、そいつ例のブロガーじゃねえか。キリュウさん、ちょっとまずいなこれ。本当に例のブロガーなのか。ああ、そうみたい。おれ、お前が何しようとしてたか言えや。何のことだか分かりませんよ。これは拉致監禁でしょ。やめてくれません。なんだよ、どういうことなんだ。この野郎、また張さんの店をこき下ろす気でいたんだよ。で、そのネタを探しにわざわざこんなとこまで来たってわけだ。どうしたんだね。別にいいじゃないですか。まずい店をまずいと書いて何が悪いんです。言論の自由っていうのがあるじゃないですか。あぶら、おまくさめく。てめえ、この人数に囲まれてよく言えたな。その度胸だけは買ってやるよ。ねえ、張さん、どうしますか、こいつ。やっぱり一度締めた方が良くないっすか。何言ってんの君ら。ダメだって、仇相手に。残念ながら彼の言う通り、自分のブログに何を書こうが勝手だし。いや、騙されませんよ、ハンピン・リューマンの黒幕が。ん？知ってるんですって、こっちは全部。俺のこと偉人町で部下に探させてたでしょ。チンピラが血まねこになって俺を探してるって聞いて、だからこっちもあんたを調べたんですよ。あんたがこの人たちみんなのボスでしょ。元総帥でしたっけ。自分は関わらないふりして、後で手下に俺をやらせるわけですか。待って、それ誤解だって。大丈夫、誰も君を襲ったりしないよ。なあ、みんなそうだろ。せっかく集まったんだから、予定通り飯を食おう。もう仕込みもバッチリできてんだな。というわけで、これからうちわのパーティーなんだ。俺らはこれで失礼するよ。本当に。うん、本当。いや、待ってください、張さん。このままそいつ返したら、今のことだって面白おかしくブログに書かれちまう。まず俺らを隠し撮りしたスマホも取り上げねえと。何言うんですか。そんなの嫌ですよ、絶対。しかもこいつ、張さんが俺らのボスってことも知っててここまで来てんです。なめてんですよ。どうせ俺らには大したことできねえって。違うって、なめられてんのは俺だけ。ほら、もうよさ。いい加減にしてください。あんたがなめられてるってことは俺らもなめられてんだよ。張さん、いくら組織から身を引いたつっても、俺らは今もあんたを見越しに担いでるんですよ。なのに、そのあんたがふわふわしてっから、俺らまであんなブロガーに安く見られちまう。ああ、そうだな。ハンピン・リューマンだって勝手に放り出してコミジュルと合体させちまった。偉人町の協調だの融和だので、好きにしのぎもでかくできねえ。あいにくだけど、俺のやり方が気に食わなきゃ偉人町を出た方がいい。前にそう言ったはずだよ。ich glaube, ich muss seine eigene Leute vermöbeln。ってもんです。俺らはあんたに憧れてた。そばにいるや、いつかあんたみたいになれると思ってた。普段は力が抜けて軽いのに、いざって時には冷酷で頼れるカリスマでしたよ。以前はね。そろそろ目覚ましてくださいよ、総帥。こんなブロガーに舐められっぱなしなんて、そんなの超天優じゃないでしょうが。まずはこいつ血祭りにあげましょうや、ハンピン・リューマン復活の景気づけに。俺はこの人に何かあれば自分の店を閉めるって言った。その言葉今も有効なんだよね。だったらちょうどいいでしょ。もう料理人なんかやめて戻ってきてくださいよ。料理人なんか。そうですよ、調査。いや、俺らの総帥。You check me to the lunch office, huh? やってやりましょうや、総帥。俺の後ろにいろ。嘘でしょ。俺殺される。わかった。わかったよ。お前らの気持ちはよくわかった。
本当っすか。それじゃあまた俺らと一緒に。いや、このブロガー君には指一本触れさせない。たとえ力ずくになったとしてもね。ふん、話通りの血の気の多さだ。迷惑かけて悪いんだけど、キリュウさんはブロガー君を逃がしてやってくれない？こいつらは俺が止めるからさ。ちょっと待ってくださいよ。じゃあ、あっちょうさんはそいつをかばうために俺らとやり合おうってんですか？ずっとあんたを信じてついてきたこの俺らと。俺は自分の店を守りたいだけだよ。これがお前らの言う料理人なんかの意地ってやつ。わかりましたよ。ならいいです。もう腰抜けのご隠居は引っ込んでるや。てえかすぜ長、こいつらが前に言ってた四天王だろ。さすがにお前一人じゃ食いきれねえ。それはどうだな。俺は今腹ペコだからね。邪魔すんじゃねえよ。後悔するなよ。やりますか。あれやって。おう、とっておきの技。アスだしたるりもんね。手加減はなしだ。ダッシュンダウン。ムーン、協力しちゃう。容赦しねえぞ。ムーン、くらいなよ。オンチュス。目がおかしいぞ。目立っちゃおうかな。しのげるかな。だーぜ。行くよ。LOL. Er hat Messer und Gabel auf ihn geworfen. Denkst du, das ist okay? Das ist sehr nice. Ja, ja, Perry. Zeeo. Sose. Modotte, ich denke, sei. Die checken es aber nicht, ne? お前らの気持ちは嬉しいんだけどね。俺が総帥に戻ろうとすれば偉人帳は割れる。そんなことは絶対しないって約束で俺は孫妃に全てを託したんだよ。でもあんたは俺らの憧れだったんです。もしその気になってくれたら今度こそどこまでもついていきますから。そっか。じゃあ聞くけどさ。はい。何でしょう。お前らがずっと憧れてきた超天佑ってのは、一度誓ったことを簡単にひっくり返すような男なの？その程度の器だと思われてたんだ、お前らの中で俺って人間は。いえ、違います。だよね。ならよかった。おい、なんです？今の喧嘩ずっと見ていたろ。悪いことは言わねえ。もうこいつらには構うな。ネット越しに安全なつもりだったんだろうが、今までお前が無事でいられたのは蝶のおかげだったんだぜ。すみませんでした、蝶さん。お店について書いたブログはもうすぐに削除します。この辺りにも二度と近づかないんで、今までのこと勘弁してください。いいよ別に、ブログは削除しなくても。うん、でもね、これだけは聞いておきたいんだよ。この前君がうちで食べた時、本当に俺の料理はまずかったのか？それはその、全然まずくなんてなかったです。はっきり言わせてもらいますと、めちゃくちゃうまかった。なんだと？中華街でもあれほどの味はありません。だからブログで言葉を尽くして褒めようとしてました。どう
ったらこの味をみんなに伝えられるか、それこそ頭から煙が出るほど考えてたんです。けどそんな時、急に長さんから撮影を遠慮してほしいって言われて、せっかく頭に浮かんでた表現がポーンと弾けるように消えました。それで頭にきて気がついたら、店の割り箸を丼にぶちまけたんだな。その説は本当にすみませんでした。俺どうかしてたんです。俺は長さんを褒めようとしてたのに、それなのに店の中で恥をかかされたってそう思っちゃって。可愛さ余って憎さ100倍ってやつか。なるほど。でもそういうことなら気の毒だけど、ありがとうございます。返すわけにはいかないな。それはどういうことでしょう。おい長、お前一体何を。ふん。どうしたさあ、今日はしっかり食べてってよ。ねえ、頭に浮かんでいた料理の褒め言葉、一言一句はっきり思い出してもらわなきゃ。でも、いいんですか、こんなにコストしてもらって。いやあ、君、他の店の批評は正確だったからさ、誰よりも俺が君の本当の感想を聞きたいわけ。ジョーさん、俺、そんなこと言われるの、ブログやってて初めてですよ。じゃあ、お言葉に甘えて、いただきます。ああ、お上がりよ。はっ、おお、うまい。やばい、おいしい。おい、どうなんだ長、これは。結局うまいとやばいしか言ってねえぞ。最高の褒め言葉じゃない。ほら、まだまだあるからね、よく味わって。はあ、最高っす長さん、マジうまいっすよ。もう止まらない。いやー、キリュウさんには本当迷惑かけちゃったよね、思いがけず。ああ、おかげで飯を食い損ねたよ。あのブロガーはよほどうまかったみてえじゃねえか。出された料理全部食っちまいやがって。あれ、結局キリュウさん全然俺の料理食べてなかったんだっけ。そうだよ、驚いたことにな。ああ、まあ、またいつでも機会はあるでしょ。こうやって飲み友達になってるわけだし。それもそうか。しかしなんだな、さっきの喧嘩っぷり。若い衆がお前を惜しむ気持ちはわかる。リーダーの器があるのにもったいねえってな。そうは言うけど、ガキの頃は俺、最初から組織のボスになるよう育てられたわけでさ。物心つかないうちからそういうもんだって言われて、親父から組織を受け継いで、今そのポジションを離れてみたら、急に新しい世界が開けてきたわけだよね。そう簡単には手放せないよ。その新しい世界が料理人の道か。そう、そのいくらでもある可能性から俺が自分で選んだっていうのが重要だったんだ。ふん、なるほど。豪快な火で鍋を振って、うまいもん食った後の客の満足した顔を見る。俺は今そんな生活が新鮮で気に入ってるんだよ。あとはこうやってさ、時々仲間と一緒に酒を飲めたら、もうそれで十分。そうか。そいつは欲のねえことだな。いや、alle Dünge sind von Zar angesehen, yes. Das ist cool. Ich muss sagen, die Dünglück-Story war jetzt okay. Hm,
Muss man jetzt voll heilen? Ich glaube ja, ne? Ganz kurz. Ja, alles. のパリパリ揚げ美味しそう。あ、みんなレモン絞っちゃっても平気？ああ、すまねえな。あ、俺はレモンいらねえ。そのままで大丈夫。私もレモンはなくていい。レモンかけないなんて損してるよ。いいこと多いのにもったいないね。というと？この果汁のおかげで鶏の旨味が引き立つんだよ。脂肪の吸収も抑えられるから一石二鳥だね。脂肪の吸収が？なるほど。旨味か。それじゃあ結局誰のにかけたらいいんだっけ？あれ。レモンいる人？いる。いらない。いる。やはり遠慮して。いやしかしいる。いらない。あんたらのレモン事情めんどくさいわ。もう自分たちで勝手にかけて。あ、待て、待て、ちゃう、ない。お前らのせいで最高が切れちまったぞ。なんかすまん。てか、今日は何さりげなくレモン返してんだよ。ドヤ顔で解説してたくせに。俺は一般論を言っただけだよ。あっそ。すまなかったな、最高。詫びとしてお前の鳥にレモン多めにかけておいたぞ。私はレモンいらない派なの。Ich bin verwirrt. Ich bin einfach nur verwirrt. Diese Truppe ist einfach Chaos und ich liebe alles daran. Ganz ehrlich, ne? Wir sind ja hier zu fünft. Auf Hawaii sind wir zu viert nur. Hätte man nicht einen Junkie Hunt einen Grund geben können, dass er nach Hawaii geht? Anstatt hier zu bleiben? Ja, er muss für Sonny da sein und bla. Oder hätte man nicht ihn. Naja, Number macht weniger Sinn. Ist ja echt schon gehört, der am meisten Sinn macht. Ich weiß es gerade nicht, ne? Aber. Ich will die letzten Änderungen nicht verpassen. Aber ich habe das Gefühl. Die sind irgendwo. Ich guck nochmal. Ich will nur nichts verpassen. Ernsthaft. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Oh, lol. Naskashii na. Ich hoffe, er kommt zurück. Ich hoffe, er kommt wirklich zurück. So, jetzt haben wir aber in Komodo nichts mehr. Hätten wir da getroffen müssen, dass das getötet wird? Ich glaube schon. Was hier fehlt noch? Na, was kann das sein? Vernichtung! Scheinbar noch nicht da. So.
Koch braucht noch zwei Ringe. Samurai hat schon genug. Aber ich kann ihn weiterspielen erstmal. Barfrau und Obdachloser lastig, genauso wie Songhi. いらっしゃいませ。War immer Regenbogenkristalle。Jetzt können wir weiter zur Wohnung. Kochen にする? Ofuro にする? Oh Gott. それとも、あ、た、ち、ってあるじゃん? ないか? ないわね。急に始まって即終わっちゃったよ。まあ、もう少し聞いてやろうぜ。昔のフィクションとかじゃ、定番だな。いい人だな、キリュウさん。これね、私はさておいてさ。飯と風呂なら普通飯選ぶよなって聞きたかったね。別に誰かに言われたいとかじゃなくてよ。どうだろう。私は先に汗流したいけど。私は食べたいかな。空腹だとなんだか悲しくなってしまう。あれ、意見割れたな。キリュウさんはどうです?風呂だな。粉塵を洗い流してからゆっくり飯を食いたいぜ。キリュウさん、普段どこで何やってんすか？蝶はどっち派？俺は飯だね。油とか跳ねちゃうから。なごとかせつ richtig intensiv dann noch, ist glaube ich。ああ、料理人視点なのね。こんなセリフいつか言われてえな。やっぱ言われたいんじゃん。今度言ってやろうか。声です。Warum ist das so eskaliert gerade am Ende? Alter. Ich liebe alles so. Aber kaum. Wenn man davon wählen muss. Irgendwie ist das so eine Mischung aus beiden. Also bei mir ist es halt irgendwie so, ich mache immer was Schnelles, dass ich mich vielleicht rumschiebe oder irgendwie noch köcheln muss. Während des Köche oder so braucht es ja 10 bis 15 Minuten. Und ich brauche so ungefähr. Naja, sogar länger. Manchmal. Je nach Gericht halt, ne? Und dann hast du halt gerade kurz Zeit, da jetzt mal schnell unter die Dusche zu hüpfen, ne? Also so eine Mischung, wo man da einfach sein Zeitmanagement irgendwie beides irgendwie so zusammen macht. Irgendwie so zusammenbilden kann. Aber es ist jetzt schon jemand, der normal arbeitet, hat ausgesehen. Ne? Wenn man die Zeit hat, kann man das irgendwie auch ganz anders angehen. Ich glaube, das sehen sehr viele sehr anders. Finde ich ein interessantes Thema irgendwie. Weiß nicht warum. So, let's go.